ジャン君おはよう。おはよう。はい、パンちゃんもおはよう。おはよう。はい、朝から仲がいいってことは分かりましたよ。そしてここ来る？そうなんですか。パッて気づいたら、うわーってタンスの上で泣いてて、ベランダにいたから、ポンちゃんだと思って、急いで網戸を閉めました。ポンちゃん。ポンちゃん。出てこないんだけどね。今日はそんなに寒くないからかな。ポンちゃんは寒くても移動するの。ポンちゃん。ポンちゃんもここに乗ったら、まだ少しスペースあるよ。ジャン君、ポンちゃん、さあまたコロナなんだってさ。やめて。少し散歩始めたところだけど、もう散歩だけは続けないとね。うん、家にいなきゃとかやってると本当に。だって散歩はさ、この辺人歩ってないし、うん、ほとんど、まあね、人のいないところを選んで、うん、特にね。じゃあこれがなんか、よいしょ、あ、少しいいですか、ごめんね、なんかそこがムリ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 って上がっちゃってるから。はい、どうぞ。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、もうお正月気分は抜けましたよ。あんまりなかったと思う。まあね、毎年言うけど、お正月の風情はなくなったね。たこ揚げをしている子もいないしね。まあ、雪遊びの声だけは聞こえてたね。おかげで新雪を踏みに行けなかった。見たらぐちゃぐちゃだったね。私はちょっと踏んだ。さあ、ゴミ捨ての時踏んで。今日も始まり始まり、ピント合わず。なんだこのピントがゆらゆら揺れてるの。ポンちゃんが黒いから、近くから。はい、ママに遊ばれているポンちゃんです。ポンちゃんなんか後ろになんか乗っかってるぜ。小亀、親亀の上に小亀のミャンコバージョンです。ポンちゃん。うん。こういうことしようっていう計画を立ててくれて。はい。はい、ジャン君、ポンちゃん。可愛いんです。必ずここでこんな感じ。うん。かわいい。ポンちゃん気持ちよさそう。